フアンカルロスムニョス、ジュアンカルロスムニョス、1919年3月4日から2009年11月22日は、アルゼンチンのブエノスアイレス州、アベジャネーダ出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィルダーで主にレフトウィンガーとして試合し、出場した。1938年に、スポルティボ・ドクスドで、プロとしてプレーを始め、 翌年の1939年6月には CA リーベルプレートへと売却された。移籍先では、ホセマヌエルモレのアドルフペデルネラ、アンヘルラブルナ、フェリックス・ロースタウと共に、ラ・マキナの異名を取り、1940年代の南米を代表するチームの一員となった。所属リーグのプリメーラ・ディビシオンでは1941年、1942年、 1945年、1947年にリーグ制覇を果たした。1951年には CA、プラテン制と移籍し、1953年までに39試合に出場しており、3ゴールを挙げた。1945年にアルゼンチン代表にも招集されており、コパアメリカで優勝している。しかし FIFA フフワールドカップは、 第二次世界大戦の激化していた時代ということもあり、大会が開催されず出場することは叶わなかった。2009年11月22日、心臓発作により90歳で亡くなっている。ありがとうございます。